例えば BL ドラマを好きじゃない人にとっても、はい、あ、面白いな、後ろからガバッとガバッとくるんですよ。皆さんこんにちるちる、商業 BL レビューサイトちるちる社長のひろしです。はい、ちるちる編集部実写ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。はい、ひろみちさん、はい、25時赤坂でが、まあなんか昨日の夜から始まったようですね、はい、本当に大感激というか大感激、もう一話見ても大感激って言ったら、なんかこの後どうなるんですか。いや、もう本当にあの原作が大好きで、はい、もう何百回もう見返したかもわからないような。本当に何百回は見返したんですか。いや、見返してますよ。もう前はもうそう、今4巻まで、5巻がちょっとあのリリースのなんか初映とかがいろいろ出てますけど、もうすっごい楽しみなんですけど、4巻毎回毎巻出るたびになんか何度も何度も読み返したくなるような、はい、そんな原作ですね。そして早速のドラマですけれども、はい、そのじゃあ俳優のですね、素晴らしい、ね、生き様、余すことなくドラマでも表現されているということですね。本当に素晴らしいです。はい、もう昨日、あ、本日になりますかね。はい、一応木ドラ24テレビ東京さんで12時半から0時半からですね、一応放送が第1話終了いたしまして、はい、もう本当になんて言うんでしょうね。原作25時赤坂でを、はい、あのなんて言うんでしょう。いい部分をエッセンスとして取り込んだ、結構こう脚本はそのドラマオリジナルのような形で進んでいく物語が第1話では見られたのが、はい、とってもあの面白くてですね、やっぱり漫画では描いてない、そのこの今回この2人が、この役者さん、この2人、役者さんの2人が、昼の夢というドラマ、はい、昼の夢、はい、というドラマにお二人が主演をするっていうので、これまた再会をするっていうところから、まあ、ドラマ始まっていくんですけども、はい、まあ、原作では描かれていないその白崎くんのアルバイトをしている姿、はい、おー、そんななんかシーンがいきなり出てくるんですね。そうなんです、冒頭がそうなんですけども、はい、まあ、台湾料理店で働いてるんですけども、白崎くんのなんか性格っていうのがとてもなんかまっすぐでストレートなものの言いをする、はい、なかなか人に言いづらいなっていうことも自分が思ってたらスパッと言えてしまうようなストレートな性格をしてるんですけども、はいはいはい、それを、まあ、あのしっかり表すようなシーンがこうポンと出てきたりとか、はい、そういうちゃんと効果を狙ってやってるわけですね。いや、もう素晴らしいなと思って、でそこからこうなんて言うでしょう、まあ、ドラマが始まっていきっていう形にはなっていくんですけども、はい、あの今回とってもいいなって思った点が、はい、なんかこう芸能界の裏側、はい、普段私たちがこう見ることがないような、はい、オーディションの風景であったりとか、ほう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 、ドラマを作る前にある本読みの風景っていうところを、ほう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 、やっぱその漫画原作では描かれてなかった部分としましては、はい、本当になんか忠実に再現をしているというか、はいはい、そういったところが垣間見えたりとかするっていうところが、あ、またなんか、だって BL ドラマを好きじゃない人にとっても、はい、あ、面白いなと思えるような、お仕事 BL ど真ん中って感じなんですね。あ、もうそんな感じです、そんな感じです。本当にリアルでなんか経験のある人、あるあるみたいな。そうなんです、そうなんです、はい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 、まあ、そういうテレビ業界の裏側みたいなね、はい、人には見せたくないような部分も出てくるということなんですか。まあまあまあ、きっとそれはこれからを期待していろいろ撮影シーンとかがあるでしょうから、はい、それをあのもう楽しみにというか、ただもう本当に BL だけではなく、本当もうお仕事ドラマっていう形でもすごく丁寧に作られているなっていうのを感じた第1話でした。はい、あ、なんか見どころたくさんですけど、いや、本当にたくさんですよ、はい、時間がでもねなくなっちゃうから3つぐらいにまとめてやりましょうか、じゃあね非常
3つ、はい、じゃあまず1つ目、はい、はい、見どころ1つ目は役者さん、はい、とにかく主演のお二人、はい、注目していただきたくてですね、はい、まずは葉山あさみ役を、はい、駒木根喜太さんが、はい、今回やってくださってるんですけども、はい、こちらの方もともとその出演作が本当にたくさんある役者さんで、はい、経験豊富なところがあるんですけども、はい、あのビジュアルが本当に、はい、もう漫画から飛び出したかのような漫画から飛び出した漫画のような顔をしてるいやいや本当になんか、はい、葉山さんってなんて言うんでしょう、はい、まあ攻めなんですけども、はい、なんかその役者さんとしてのちょっとしたこう柔らかさ、はい、色気、はい、まあそういったもの、あとちょっとなんかアンニュイな感じというか、はい、そういった雰囲気を持っている、まあ、モデルさんもやられてるっていう感じなのでね、そのプロポーションも確かなんですけども、はい、そういったなんか早見さんが持っているもの、そのなんか男女を引きつけてしまうような、はい、そのちょっとした人間としての柔らかい部分っていうのを非常によく再現をされている役者さんだなっていうか、もう本当にかっこいいですよね、ストレートに。もうちょっとなんか解説者らしく、あのなんか表現豊かに、あの表現豊かに、そうですね、難しいんですけど、ストレートにかっこいいです本当に語彙力失ってて、ここ評論家としてはもうなんか最低レベルですよそれね。あ、もう本当にもう最低レベルで、知能を失うぐらいには本当にかっこいいですわかりました。はい、で、その受け入れの方、白崎ゆき役ですね、白崎くん役は、はい、新原大輔さんがやられてるんですけども、はい、注目していただきたいのはもうその瞳。お、瞳でかいんですか？いや、大きいし、はい、綺麗なんですよ。お、綺麗。なんかまっすぐな目をしていて、はい、原作の白崎くんも、はい、とても瞳を印象的にこう効果的にこう描いてる部分が多いなと思うんですけども、本当にそれが実写でなかなかこう目の輝きっていう部分っていう部分は、うん、やっぱりそのなんていうんでしょう、その役者さんの素材がないとやっぱ表現できない部分なんですけども、もうその新原さんも、白崎くん役の新原さんは、はい、もう本当に、まあ、ちょっとアップになるシーンとかで、はい、こう葉山さんを見つめる目でしたりとか、はい、あとはその役者っていうところに葛藤を描いている目であったりとかっていう部分、もう光を持っている目、もう光をちょっと失って焦ってる目っていう部分もすごい魅力的な目の演技をされている役者さんだなと思って、もう本当にいいですねっていう結局最後はいいですねですか？いや、結局いいんですよ、美しいんです本当に、なんかもう本当に綺麗なんです、はい、それもなんていうか、この新原さんなんと日本一のイケメン高校生を決める男子高生ミスターコン2018のグランプリ受賞者っていう。そうなんですか、はい、カンペがないと覚えられないすごい長いあれですよね。いや、まあ、だから日本一のイケメン高校生なんですよ、はい、2018年当時2018年、まあ、はい、納得っていう、本当に美しくかっこよくっていう部分なんですけども、はいはい、そういったもう本当に美貌、うんうんうん、イケメンなお二人が、はい、まあ、一応その注目、大注目ですね、はい、ここからまた演技とかっていう部分で難しいなって思うのが、そのなんかドラマ撮影をしていく、なんか役者さんが結局中で演技をしていくっていう、うんうんうん、なんかその白崎としても演技しないといけないし、うん、その昼の夢っていうドラマの中でもその演技をしないといけないっていう部分のダブルでそう演技をしないといけない、すごく難しいと思うんですけども、わけわかんなくなっちゃいますねわけわかんなくなっちゃう。ただもう本当にこのお二人、あのすごく演技経験が豊富な役者さんですので、はい、もう本当に期待大というか、はい、はい、もう楽しみ楽しみな、この先っていう感じで、1話から存分になんかその才能を発揮してるということですね。もう素晴らしいです本当に、はい、では注目ポイント、その2ですね。はい。はい、その2は、
っちはラストにあるキスシーン。お、もう1話からキスしちゃうんだ。しちゃうんです。随分サービス精神旺盛ですよね。しちゃうんですよ。もうこれが本当に、はい、もうちょっとそういった経緯とかもお話したいんですけども、はい、私はもう強くそのキスシーンっていうものについて語り、ですね、はい、まずそのキスシーン、まあそのキスをするんですよ、はい、2人が、はい、そうだね、ネタバレですよね。いいんですかね、喋った方がいいかな、喋、まあ、った方がでもね、なんか期待してみるのとそうでないのとね、不意打ちされるか期待してみるかのどっちかがいいかっていうことですよね。そうですね、まあ、一応経緯を説明をすると、はい、まあこの白崎くんが、はい、その昼の夢というドラマの撮影の顔合わせ、本読みをしてちょっと演技をしてみた時に、はい、ちょっと挫折をするというか自分の思う通りにいかなくて、ほうほうほう、女性監督さんいらっしゃるんですけども、はい、知らぬ方にちょっと大丈夫だったっていう風な声掛けをしていただいて、それがちょっと悔しいというか、あ、声掛けされたことでね、かえってなんかあんまりなんだかなみたいな感じで捉えられてると、そうで、しかも自分もなんかそのお芝居に対する熱っていうのがとってもあるのが白崎くんの役ですので、自分はその昼の夢というドラマがその男性同士の恋愛を描くドラマということなので、自分は男性同士の恋愛を知らないということは、男性同士の恋愛をしている人のところへ調査をしていけば、調査をしに行って知りに行こうっていう向上心というか、そっちの方の向上心になって、で、まあ、場所は定かではないんですけども、はい、そういったゲイの方たちが集まる地下の場に、はい、白崎くんが足を向けるっていう形になって、そこでちょっとまあ言い寄られるんですね、この美しさですし、はいはい、一人でいるっていうところもあって、でそこで言い寄られそうになってるところをに後ろからガバッとガバッと来るんですよ。ガバッと早間さんが来るんですよ。ガバッと来るんですか。ガバッと早間さんが来て、はい、グイグイっと、はい、何してんのよと何してんのよと、はい、まあ、早間くん、まあ、そんな何してんのよとは言いませんけど、はい、早間さんが、はい、その白崎くんに何をしてるのという形で、はい、それで白崎くんは、はい、セックスする相手を探しに来たと、はい、ほうほうほう、勉強のため、はいはい、というですね、うんうん、それで早間さんは白崎くんに、はい、セックスする相手は僕じゃダメなのっていうところでキスシーンがあるんですけども、勉強するなら俺としろよと。そうなんです、見ず知らずの相手よりかは、はい、この度ドラマでご一緒することにもなりましたし、はい、俺でいいんでねえのっていう、なんでそう偶然そこにいるんですかって感じですけど、それはまたちょっと、まあ、原作知ってる方はニヤニヤするところではあるので、また描かれるのかな、どうなのかなっていう部分ではあるんですけども、はい、まあ、いるんですよ。BL ってなんか本当に何億分1ぐらいの確率でなんかありますよね。それはもう奇跡の物語ですから。ああ、運命の人ってことだよね。そう、運命、そこを、あ、もうめっちゃ今いいことを思い出しました。はい、このドラマの中でその昼の夢というドラマをやるんですけども、はい、その本読みがあったって言ったじゃないですか。ありましたね。その時に女性が監督なんですよ。はい、ほうほう、その女性監督がですね、うん、この昼の夢というドラマは愛の物語なんですっていう風に熱くその BL ドラマを作成するっていうところに対しての熱さを語ってるんですね。そのシーンを見ていただきたい。おー、なんか それ3番目のポイントじゃなくていいですか。ちょっとこれは不随です、不随です、不随で、ね、3番目のポイントは別に、ね、もうポイントなんて絞れないんですよ、3つに。そのねセリフも本当に、もう共感というか頭をうんうんうんっ
ってうなずけながら見て、はい、もうこの女性監督が撮る昼の夢というドラマを別途で見てみたいっていうレベル感では信頼感の厚い、また物語のなんかまたなんかあの物語みたいな メタにさらにメタをかぶせるようなそうあの25時赤坂での中で作られたドラマを別途見たいみたいな欲望がかきたてられるこの女性監督が描くドラマが見たいってなりましたね、はい、本当にはい、ちょっとかなり脱線をしてしまったんですけども、はい、まあ、とにかくそのキスシーン戻りますね、キスシーンの話なんですけども、普通キスシーンだと描き方っていうのが、はい、ちょっとなんかそのなんて言うんでしょう、画角的にはそのキスをする段階のそのなんて言うんでしょう、それを外側から見てるというような画角が多いと思うんですけども、はい、今回いいなって思ったのが、うん、キスシーンをその外からその2人が唇を合わせるシーンを撮った後に、うん、その後グッとカメラが寄って、うん、あの唇と唇を結構アップめに撮ってるんですよ。そんななんかサービスショットが最初からあるんですか。そうなんです、大サービス、本当に卑猥すぎるんじゃないですかそれ卑猥じゃないアンダーグラウンドだなんかね、全然卑猥じゃない、尊いんですかじゃあ。いや綺麗なんです、綺麗、いやもう、はい、美しいんです本当に、もうそのショット、うんうんうん、ショットそのシーンが本当に綺麗で、はい、なんかもう私的にはもう何度も繰り返し見たいなっていう形で、もう本当にその 2,3 秒前のところこうやってバードのところ1日で100回そこを繰り返して見ちゃうみたいな見たい本当に見たいっていう、なんかそのシーンで終わるので、あそのシーンでね、次その次がちょっと2話目の冒頭が気になりすぎるっていうところが本当におすすめポイントの2つ目という形ですね、はい、分かりました、はい、ではおすすめポイントの3つ目、はい、そちらがですね、ガガウララという世界配信サイトはご存知でしょうか、はい、あ台湾かなんかでね、はい、なんかいろいろと全世界に配信されている、まあ、LGBT 系の、はい、動画を配信されているサイトですよね。そうなんです、そうなんです、こちらが、本当にもうおっしゃる通り LGBTQ プラスの映像作品というものを幅広くで世界で一番取り扱いタイトルが多い配信サイトという形なんですけども、はい、こちらでなんと日本で放送してるのと同時に世界同時配信をするっていう、いやー本当に今までって放送後とかにやっぱ配信サイトにすることが多かったんですけども、今回はなんと同時にっていうところではありますので、かなり世界的にもこの BL 作品として注目をしていただける、リアルタイムで世界中で楽しめるっていうところがまた魅力かなって思うので、本当に皆さんで一緒にもう盛り上がって見ていきたいなっていう形でありますね。本当に2年前のね、なんかできるだけ囲い込もうみたいな感じの雰囲気からもうガラッと変わっちゃいましたよね、なんかね。本当にいい意味で、なんて言うんでしょう、もうそういった作品っていうものがでみんなに見ていただけるように、世界中で愛されてもらえるようにっていう風に羽ばたける、そういったなんて言うんでしょう、BL の業界の一歩上の段階に行くじゃないですけど、上はどこなんだっていうところなんですけども、なんかね、本当にそれの先駆けのドラマになるような大注目の作品でございます、はい、アンダーグラウンドさんはね、地下に行くものかと思ったら全部上に行こうっていうそういう心構えがあるんですね。いやもう本当にもうアンダーグラウンドの、はい、ガンダーグラウンドがもう本当にもう世界へちょっと前まではね、 BL なんかアンダーグラウンドみたいな感じで言われてたけど、今なんかそれ、うんうんうん、アンダーグラウンドとかって言うとそんなことないよとかみたいな感じにね、そんなことないです本当に。なんかみんな結局好きなものってあったりするじゃないですか、はい、なんかやっぱこう BL であったり、はい、他の分野でもいろいろ自分がこれが好きっていうものをだんだんこうなんて言うんでしょう、みんなが発言しやすくなっているというか、おうおう、私も名前にアンダーグラウンドをつけるぐらいにはなんかオープンにみんながどんどん楽しんでいってるような形になってるかなとは思いますね、はいはい、スカイヒロミチとかにしないとダメなんじゃない無限のなんかインフィニティになんか上まで行っちゃうみたいな。いやいや
もう そこまでは飛べないよ。はい、分かりました。はい、はい、では、じゃあ2回目もですね、はい、もう1回目からそんな調子だともう2回目なんてどうなるか分かんない感じですよね。いやー、もう本当に期待してますね。なんかもう1回目の終わりがもうそういった素晴らしいシーンだったので、はい、やっぱ原作読んでる方は期待するような、はい、そういった湿り気のあるシーンとかもあるのかなとか思いつつ、はい、ちょっと期待大期待大、うん、ちょっと前だと原作と違うと原作と違うじゃないかみたいなことをなんかね結構言われてたんですけど、もうそういう空気もないっていうことですよね。あ、そうなんです。もう本当になんて言うんでしょう、なんかある意味いい、本当に原作のいいところをうまく、はい、こう吸い上げて、ほうほうほう、それでドラマ版として物語の拡張をしているっていうところが非常に、あの、なんて言うんでしょう、成立してるドラマなので、はい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 、これもしかしたら本当にドラマだけを単体で知って見るっていう方も非常にも、はい、あの楽しい、原作を知らなくても楽しめますし、うんうん、ドラマを見た後に原作読んでみようかなってなるのも、うんうん、もちろんおすすめの線かなっていう形ですね。今まではまああんまり原作をね、こうちょっと違った形で、あの、なってしまうことが多かったけど、これはちゃんと原作をしっかり読み込んで、ちょっとそれに追加でまあなんか新しい展開をあのまぶしてるっていうかね、やってるっていう、かなり革新的作り方としてはなんか全然変わりましたよね、昔に比べてね。本当に素晴らしい。もちろんね、原作に沿って作るっていうところもいいかなとは思うんですけども、やっぱりそのなんて作り手側の人がその原作のファンで読み込んで、ね、うんうんうん、ねぎりねって脚本を作っていただいて作るっていう部分も、やっぱりそういったものってやっぱ画面から愛が伝わるじゃないですけど、うん、本当に見ていて充実感のあるドラマだなっていうふうに思います。これはじゃあなんかあと数回情緒が正常に保てるかどうか、ここで冷静に私が話せるのかどうかが本当に肝ですね。1回目からこれじゃね。いや、こんなにちょっと本当なんですよね。まあ、ちょっと本当にもうどんどん語っていきたいです。はい、ありがとうございました。ひろみちアンダーグラウンド。いやいや、もう本当にありがとうございます。それではじゃあまた第2話でね、感想会で会いましょうね。はい、はい、それでは皆さん、はい、バイチルー。